今日は北日本では冬の嵐となりそうですね、はい、そうですね、まさに嵐と言ってもいいかなと思うんですよ。で、まあ、ちょうど今がこの低気圧が、まあ、近くになってですね、そこからこう前線が伸びているんですけども、はい、この後は寒気の方がしっかりと入ってくるという形になりますから、特に天気という流れとして急変化が少し出るんじゃないかなということもあります、うん、しかもシビアな状況に変わってくるという形になりますから注意をしていただきたいと思いますね。はい、はい、それではまず現在の状況を確認していきたいと思いますけれども、こちらが8時30分現在です。過去1時間分の皆さんからいただいている天気のリポート、こちら北日本エリアになりますけれども、はい、北海道内がですね、だいぶ皆さんのリポートを見ると天気の分布が分かれているなといった印象を受けます。まあ、雨のところ、それから晴れのところ、あと雪のところという形になっているわけなんですけども、こちらの方を見ていただくとオレンジが晴れなんですが、札幌周辺を見ていただくと今晴れてるんですよ、はい、ところが先ほどリポートにもありました余市のあたりとか小樽の付近からは雨です、うん、で少し標高高いところに行くと濃いピンクのマークですが吹雪といった状態となっています、はい、で、こちらの方ですけども、レーダーの方を重ねてみると、まあ、低気圧による雲が現在あって、それが通過中、この後は日本海の方から入ってくる雲の流れに変わっていくかな、そんな流れとなりそうですね、はい、でこちらの方ですけども今日の上空の寒気の様子を見ていきたいと思います。1500メートル付近の気温です、はい、マイナス6と書いてあるところから画面の左側の方は色が青いですけども、うん、まあ、これが寒気なんですね。で午前9時の状況から時間を進めていきますけども、この青いエリア、まあ、北海道から東北北部をすっぽりと覆ってくるといった状況となります、はい、特にこちら夕方頃になるとマイナス12度以下っていう寒気がですね、覆ってくるんですが、これはですね、はい、まあ、雪の方がしっかり降る目安のもう温度といった状況となりますから、はい、これから雨のところもどん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 雪に変わってくると、そんな流れとなります、はい、実際に地上の気温の方もですね、これが札幌の状況を示したものです。午前8時20分現在で 6.6 度あるんですね。 6.6 度だとどちらかというと雨なんですよね、降水があれば、はい、ただしこれから夕方にかけてどんどん気温が下がってきます。夕方には氷点下まで下がるといった状況となりますから、これから、まあ、降水そのものも雪に変わってくる、うん、でまた体感そのものもだいぶ大きく変化すると、そんな状況となります、はい、で実際にこちら降水の方のタイミングを見ていきたいと思いますけれども、はい、9時からスタートしますが、だんだんとまた一旦この前線が抜けた後、今度は日本海から入ってくる雲の流れというところになり、でこちら見るとですね、夕方夜までずっとその雲の方が流れ続けて雨または雪、北海道はほぼ雪です、はい、雪が降りやすい状態となると、そんな流れとなります。であとはもう一点なんですけども、こちら午後9時の予想天気図なんですが、だいぶこう等圧線の間隔が狭いんですね、うん、ということで風が強い。でこちらは札幌羊ヶ丘展望台のライブカメラの様子なんですが、画面左の方ですけども、はい、白樺の木があるんですが、かなり大きく揺れてるんですよ。わかります、ね、ということはすでにもう風が強くなっています。さらにこの後も風が強くなるような状況です。こちらが午後3時の北海道を中心としたところの風の予想なんですが、はい、沿岸部の方はオレンジのマークが出てますよね、はい、こちらは15メートル以上の強風です。一部赤いマークが出ているところでは場所によっては25メートルを平均で超えるような暴風が吹くという形になりますから、雪が降り出してくるとこちらの方は吹雪となりますから、十分注意警戒が必要といった状況となりそうですね。暴風雪にも警戒が必要ということですけれども、うん、はい、新たに積雪する可能性というのはありますか、うん、そうですね、こちらの方もあるかなと見ているんですよ。だから札幌に関して言うと一旦もう0センチまで行ったんですよね、はい、で今雨なんですよ。 でまた今晴れました。でこの後また雪が降ってくるという形になってくると積雪の方が増えてくるかなといった状況になりますね、うん、特に時間が遅くなってくると気温が下がりますから、で気温がまだ高いうちは降っても溶けたりするんですけども、はい、気温が下がってくると、まあ、夜はもうどん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 積雪してくるという形で見た方が良さそうですね、はいはい、今後の天気変化、そして気温の変化お気をつけください。